勝負どころで絶対アウトにする人と、勝負どころでエラーをしてしまう人、その違い分かりますか？ある日雨で試合が中止になり、あっぱれはチーム練習しました。しかし私はジュニアの子守があり、全体練習には参加できず、子連れ狼スタイルで緑川さん流の保守練習を繰り返す。はい、どうも渋沢潤です。突然失礼いたします。このノックの時に兄貴から僕アドバイス受けてたんですけど、パチさんにこれについて聞かれたんですが、僕が答えるより今一度兄貴になぜ伝えたのかを聞いてみたいなと思ったので、お仕事中の兄貴を直撃してみました。練習の時に、うんうん、まあ、ちょっとアドバイス、はい、いただいたんですけど、まあね、はい、ちょっとそれについて今一度、うん、試合とかでさ、こうあんまり草野球でもさ、エラーしてさ、まあ良かれと思って言うこともあれば、もう本人が一番分かってるしなって言って言わんといたろうもあるやんか。あんまり喋る機会がその、まあ俺も見なあかんとこ多いからちょっと減ってたなと思ってて、で練習の時に、ああやっぱそうやなっていう癖が出てたのよ。まあ最近キャッチボールとか、いい体勢投げた時に強いボール投げれるんやけど、試合になると体勢が、まあ、崩れるというよりは抜ける、軸がいい体勢で入って取りますという時に、やっぱりこう昔ね、自分でも動画つけたけど、イップス持ってるんやったなっていうのがやっぱり悲しいかな、見える時があるのよ。 100% できたかっつったらやっぱりまあできてないと思うよね。なんでかというと、投げれば強い球投げれんねんけど、やっぱり投げる時の不安で一瞬体がこう抜けるのよね、上にストーンと。ほんまはこう入ってさ、体の軸がこう一番いいところで受けたら、そのまま取ったら入っていってバシッて強いのも投げてほしいんやけど、銃の場合取ったら投げるってこうなんだよね、イメージで言うと、はい、それはやっぱりこう投げることに対する不安っていうのがきっとあるんやろうなっていう、一回こうイランリズムっていうか真上に作っちゃうのよ。このまま行くと平行に変身運動できるやん、バーンって、はい、それがスポンって抜けることによって、よく銃のこの下にかかること多いでしょ、はい、だからこう言ったら送球って結局円で投げざるを得ないけどね、ある程度それを直線にするために足を使っていくんやけど、こう回ってるものがさ、しっかり動けばこう楕円になっていってくれるやんか、まっすぐになっていくから狙ったところに対してミスらなくなるんだけど、こう回ってるものとこう回ってる前の狙いが全然こう向こう飛び出た時の幅が全然違うわけやんか、はい、これってちょっと間違うたらな、すぐ上手下手激しく振れる。だからみんな足使いと同じ円でも動きながらバーって投げれば、それが幅広い台になってくれるからミスが少なくなるって意味で言うと、自分がちょっと上に抜けてるっていうイメージがあって、常にここを持っときなさいっていう、まあ、言うたように日常からもうこうやって歩いとけっていう、もうこうやって歩きなさいと。でこれがもう気持ち悪いっていう日常ですら、はい、とこういう風にしてイメージ常にいい時は、まあ、治っていくかなとかいう話をあんたに言ってましたと思うけど、でもう一個がね、まあ、局面とかでさ、ここでエラーしちゃいけないっていうのをエラーしてしまったりして悔しい思いするやんか。何かっていうと、人間って嫌だなと思ったらね、ずれるよね、軸ほんのちょっとやけど、まあ、極端に言うとこうなってくるのよ、はい、で怖いとか思う気持ちっていうのは人を引かせてしまうのね。これも本当にもうボクシングとかでもそうやなと思うんだけど、なんか昔テレビで解説してるみたいなさ、本当に鍛えられた人ってやっぱこういいとこにいるらしいんだよ。でも例えばそういうことやったことない人って、相手がパッときたらこうなんねんって、怖いって、分かるやん、すごいイメージ、こうってなったらやられたい放題っていう、軸がずれちゃって動けないっていう、動くにはこの上にいないといけないのに、打球を来てる時にもちろん強気でいるはずやねんけど、気がついたらちょっと下がってんのよ、軸がね。ほんで、ああ、こうなったよ、はい、動けなくなって、打球が例えば自分の思った打球じゃなくても、もう後かかと乗りかけちゃってるから、前も後ろも出れない、で根性でなんか合わすしかなくて、やっぱ弾いてしまうっていう。よく徳さん空気読まへんって言うやん、この時にこういうさ、はい、満塁とかのプレーでさ、もうバーン前来てバーンバチーンみたいな、で
例えばあの普通丁寧にやっちゃう瞬間ってあるやん、はい、とかそれがミスを生んだりするんだけど、超強豪で鍛え続けられた子とか死ぬほど練習するチームって最後の大会がめっちゃ楽やとかさ、最後ピンチだろうがチャンスだろうがそこにおんねんな、軸がバチッと、だからミスが起きない。徳さんもそれはもう空気読まへんって言われるけど、いい空気で読まへんやから、それにどんなにピンチもチャンスでもそこにいるって当たり前なのに、もしかしたら徳さんだってやばいなって思って下がりかけてる気持ちをうおしかいってここの正しい位置に戻すために一個気合える。基本的に嫌だなと思ったらこうどうしてもその対象物から微妙に遠ざかっていくような心理状況を必ず自分のベストのところに持っていくために、そのピンチの時ほど後ろに行きやすいのを前に持っていくとか、自分を取ってグッと上に吹いてしまうのも前に自分が不得意なもんやから、その当時はね、やっぱ一個ねこう前に乗り切ってくれないなっていう癖が残ってて、もう今やあの言ったら助走あのつけて投げ130キロ出るっていうあの言ったら強肩の部類に入ってきてるのに、自分もすごいキャッチボールとかやったらパーンって投げれるやんか、はい、あの力をやっぱりこうグラウンドでここぞでバチーって出ないっていうのは、まあ、これから出せるポテンシャルがあるっていうんで、そこでやっぱ一瞬抜けてんのかなっていう、スポンって。んでそこから戻していくからコントロールと球威が1個下がるのかなっていう、まあ十分投げれてんねんけど、取ったら投げるっていうのは楽しいなぐらいの、取ったら取ってもうバチーンっていくようなことが未来的になればいいなっていう意味で、ここがベストやってたらそこを常に意識してプレーしたらいいんじゃないかなっていう話や。はい、守備が俺やってたんだって言ってた、まあ、一応中国中国ショートやってんけどそうっすね、中国ショートでもそのレベル違うやん、今一緒にやってるやつらとさあのそれは次元違うんやけど、なんかねマウンドからはずっと見てきたからな、あの、うん、上手い人も、はい、もしかしたら失敗する人も、ああ純の姿と徳さんの姿ってこうずっと見比べてるから、はい、もちろん一歩目が速くてあのやっぱりこう走っていく打球に対する反応の速さっていうのは あるいは上やと思うんだけど、ただそれに対して追いついてもこれが効けへんかったら、ショートってこっち側に対するやっぱりプレッシャーっていうか感じるやんか、はい、どうしてもこう後ろに追えないっていう、もともとショートは後ろに追いづらいやけど、さらに後ろに追えないから抜けやすくなるとかね、送球に対する本来のポテンシャル出せば守備範囲もいい意味で自分が殺せる範疇が感覚値で広がるから、あのどん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 いいショートになってくると思うし、まあそういったところかな。だから俺もあのこう見てて、あその角度に追うんやなとか、あ自信あるやつはこう追うんやなとか、はい、あの余裕があると思ってるやつはこういうことするなとか、なんちゃうの、ね、ランニングスローで勝負かけに行くやつはかけに行くし、まあ、バチって投げるやつは止まってからガーン行くし、いろんなプレーの幅を広げるために送球っていうのはやっぱり一個強いものを目指す上で、その一個掘って上抜けてしまうっていうのが、まあ、あの時、まあ、ちょこちょこ気にはなってたんやけど、一回抜けちゃってるのかなとか前から思ってたから、それをちょっと伝えたっちゅうことだね。はい、おい、こんな感じです。ありがとうございます。指摘された後、純は浮かないことを意識してプレーしていました。たかが草野球されど草野球、あっぱれメンバーみんな少しでも上手くなるべく、気づいたことは言い合って成長につなげていきたいと思ってます。いや誰の邪魔、入った。